皆さんこんにちは、みゆです。今日は質問コーナーをしたいと思います。イエーイ。皆さんたくさんの質問ありがとうございます。では早速答えていきたいと思います。 GO! レピピアルマリオ TV。 それでは質問に答えていきたいと思います。一番初めにモデルの仕事をしたのは、小学5年生の時です。スキンケア何使ってますか？私はパックを使っていて、メナードのパックを使っています。広島県の中で一番好きなところ、私は鞆の浦っていう海が好きです。身長何センチ？155センチです。インスタグラムの DM はみゆちゃんが返信していますか、お母さんが返信していますか？と、私の自分の一人のみゆの方は自分で返信してます。体重管理はどうやっていますか？体重管理は一応やってないんですけど、やりすぎると私ストレス溜まっちゃって逆に太るので、今は食べて、今って身長が伸びる時期だから今は食べて、でもうちょっと大人になったらちょっと減らしたりしたいと思います。どんなテイストのファッションが好き？私は韓国カジュアルとか、たまに韓国ガーリーが大好きです。みゆちゃんの可愛い秘訣、本当に可愛くないです、本当に、もう全然可愛くないです、もうありがとうございます、大好き。今ハマっていること、今ハマっていることはちょうどネイルチップを集めることで、休みの日とかにネイルチップをつけたりしてます。モデルになってよかったこと、やっぱりなんかお仕事している時が楽しいことで、あといろんな服のお洋服のテイストを着たり撮ってもらうことが本当に好きなので、とても楽しいです。毎日牛乳は飲んでますか？毎日は飲んでないです。牛乳はあんまり好きじゃないので飲んでません。レピピのおすすめのコーデは、いろいろ大好きなんですけど、このお洋服なんか普通にダンス着っぽくて可愛いです、おすすめです。コーデのポイントは、まずやっぱりここがなんかこういう最近短いの流行ってるからこれが可愛いのと、ズボンの私これが好きなんですよ、なんかキュッてなるのが、それとあとここに穴が開いてるのが可愛いところです。レピピ大好き、ありがとうございます、本当にもう可愛いですよね。 TWICE 誰推しですか？ TWICE さんはナヨンちゃんが可愛いです。ダンスが上手くなる方法、私そんなに上手じゃないんですけど、いっぱいやっぱり練習することと、上手な人のを見て練習することです。おすすめのコスメ教えてください。私のおすすめのコスメはロム&さんです。ファンマークとかってあるの？あります、一応リップのファンマークです。会いたい、私も会いたいです、私も会いたい。服を買うときに気をつけていることは何ですか？ズボンだったら短いのよりちょっと長めのを着て、結構たくさん着れるような服を買っているのと、あと自分に似合うお洋服をやっぱり試着して鏡で見たりして買ってます。顔を小さくするためには、私はマッサージしてます。こうやって毎日お風呂の中で一番やるのがいいと思います。最近ハマっている K-POP は何ですか？私はブラックピンクさんが大好きです。朝ごはん何食べてますか？私は結構朝ごはんはフルーツ系を食べます。自分の性格は結構慣れたらうるさい
ところです。みゆはダイエットしてる。私は全然ダイエットしてないです。お気に入りの曲は何ですか？私は合言葉っていう曲が好きなのと、あとブラックピンクさんの最近はステイにハマっています。尊敬している人はみちょぱさんとブラックピンクのジェニーさんです。将来の夢、目標。私の将来の夢はダンスができるモデルや女優さんになることです。休み時間何してる？学校とかかな。学校とかだったら友達とめっちゃ話してます。結構でも TikTok のダンスとか踊ったりしてます。じゃあ最後にファンのみんなに一言。いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。もう大好きです。メピピアルマリオ TV、 今回は私の質問コーナーでした。たくさんの質問ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。他の動画も見てね。あ、じゃあ、あと最後にこれ答えていいですか？あ、そうね、ありがとう。はい。